ネバーセネバー考えるキックボクシングを推奨する TKICS チャンネルです。お願いします。はい。ということですね。今日は、えっ、ー、と、アマチュアの大会に出たいんですけど、僕は出れますかみたいなね、感じのコメントとかね、えー、まあメッセージにもね、いただいたので、まあ、ちょっとね、お話ししたいと思います。 まあここをね、基準にすれば、まあ、自分が出れるかな、出ないかな、の判断をしてもいいんじゃないかなというね。まあ、僕の、えー、個人的なこう判断基準になりますんで、まあ、それを参考にしてみてください。あの、それはですね、まあ、いわゆるキックボクシングのルーティンワークを、えー、週、まあ、2から3を、まあ、半年間、ね、続けられるかどうか。 これがね、えーまあ、一つの基準じゃないかなと思うんですよね。うんまあ、ルーティンワークっていうのは縄跳びやって、シャドウをやって、ミットやって、サンドバックやって、実践練習やって、まあ、バレント首相撲をやって、えー、フィジカル練習やるみたいな。まあ、トータルまあ1時間半から2時間ぐらいの、ね、練習を、まあ、週2回、3回ね、それを6ヶ月続けられれば。 僕はね、あの、試合に出ていいんじゃないかなって思うんですよね。うん。どちらかというと、モチベーションだと思うんですよね。その、キックボクシングの試合に出たいっていうモチベーション、うん。が、を測るには、その練習を、えー、しっかりと、そのためにできるかどうか、だと思うんで、うん。そこがね、大事になるんじゃないかなと思うんですよね。 うん、えっと、そこができないってことはそこまで試合に対するね、えっと、モチベーションは多分ないと思うんで、うん、やんない方がいいかなと思うんですね。うん。だから、普通にね、その、ダイエット目的で、まあ、こう、ね、スパーリングをするとかね、あとは、ええー、まあ、ミットやるとか、まあ、ストレート発散とかね、こう、ちょっと趣味的なところでね、まあ、やられるのは全然、 いいと思うんですけどもそっからねまた試合がとまた別になってくるんでうんそうだからえっと定期的な練習が自分ができるかなってとこが一番だと思うんですよねうんで多分あのジムのねそういう指導士とかトレーナーの人もね多分そういうところは、まあ、まず見ると思うんですよね例えば毎日来ててもあの練習も例えば自分が好きなことしかやらないとか だと、まあ、多分、あまり、あの、試合に出ろとか言わないし、逆に、あの、週2、3でも、まあ、しっかり来て、基礎的な練習をやって、まあ、わかんないけどもクラスに出たとかね。まあ、そういう風に、やってれば、多分、逆に言うとね、出た方がいいんじゃないのってなと思うんで、うん。まあ、やはり、そういう、なんかこう、モチベーション、 があるかどうか、モチベーションをその練習にちゃんとね、に活かせるかどうかなと思うんで、まあそこをね、まあしっかりとやって考えるべきなんじゃないかなと思いますんで、うん。まあそれを参考にしてもらえばいいかなと思います。まああとは、単純にこうぼやっとね、試合に出たいとか、うん。まあ実践練習やってるから試合に出たいとかっていうとこじゃなくて、試合に出たいのは、 えー、自分が練習の成果を出したいとか強くなりたいとかこう目立ちたいとかわかんないですけどねそういった目的も、まあ、やや必要なんじゃないかなと思うんですよねうんか興味あるからやってみたいとかっていうレベルだとちょっとそういう大会には難しいかなっていう感じ うん、最初はもちろんその、なんかスパーリング大会とかね、こう、初心者向けの大会は別にいいと思うんです。だ、まあ、ある程度ね、こう、人が集まる大会だと、まあ、プロにね、ね目指している人もいるだろうし、うん。ね、そういった中でやるには、やはりね、そのモチベーションとかだと、ちょっとね、れまあ、練習にもつながってないだろうと思うから、難しいかなと思うんですよね。 うん、そしてあと、あのーまあ、自分が出たいっていうね、やっぱこうモチベーションが、ね、あるとしたら、やっぱりそれをね、自ら、えー、トレーナーやね、えー、その自分の代表者にね、えー、話せるぐらいのね、こう積極性というか、気持ち、うん。待ってちゃう絶対ね、あのー、わからないし、自分も出たいですよって言え,言えるかどうかですよね。うん、言えないとたまだまだ、その、気持ちとしてはまだ、 もうちょっと待った方いかなと思うし、うん。だかす全てはやっぱりその、まあキックボクシングをやる,る、モチベーションが、やっぱりこう、見出せないと難しいですよね。うん、やっぱり。うん。だか結局、まあ、この試合をやってる中で自分がそこの、試合をやることで、なんかこう、自分が自分でいられるっていうかね、自分がこう目指せるとか、自分を褒められるとか、 キックボクシングやってる自分が好きだとかね。試合がね、試合やってる自分が好きだとかってなれば、すごい多分、ね、練習も目に入ると思うんですけども。うん、だから、まあそこかなと思うんで。だから、まず、その練習を続けられるかどうかっていう点と、まああとはなんかこう、じまあガチスパーリングとか、スパーリング大会みたいな、なこう簡単な試合に出てみて、自分が本当にこう試合ができる、こうモチベーションなのかみたいな。 続けられるモチベーションなのかっていうのを、まあ、判断するのもね、いいんじゃないかなと思います。はい。ということはね、えー、この、ね、動画が良かったと思っていたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またね、質問やコメントをお待ちしておりますので、またね、えー、ぜひぜひ、えー、メッセージください。それではね、えー、次回お会いしましょう。さよなら。